純粋そうなんです。
怪しいとこあったら正直に言っていいからね。もういいだろうか、何でもよし。怪しいとこそんなにないでしょ。本当によかった、ないよね。今日はお兄ちゃんにちょっと汚いけどこちらの鼻が合ったハンカチをプレゼント。お兄ちゃんありがとう、本当に盛り上がってくれて、ちょっと初めてこれ盛り上がったんで、お兄ちゃんにはこちら僕のオリジナルシールをプレゼント。ありがとう。それじゃ今日の残り一つ、この後のみんなの盛り上がりに期待してます。盛り上がってくれた家族にシールを差し上げます。家族だからね、今のうちお父さんお母さんと打ち合わせしといて、打ち合わせ時間設けたけど、はい、1、2、3、 OK、 3、2、1、 5、 すいません、あの子供じゃなくて大人が思い気がしたんで、すいません、ありがとうございます。声よりも大げさな動作の方がもらえるチャンスが増えるんで、子供だけじゃないですから大人も。ちなみに1階2階席めっちゃ盛り上げたかったらこれが一番。あ、冗談です、すいません。行きましょう。まずは安全のために風のチェックから。屋根ギリギリまで行きます。って言ったまま行けるかな。ここだったら多分屋根越えれるんで。ちなみに2回目見たお客様、分かってると思いますが、さっき投げたら後ろの川に落ちました。気にしないでください。行きます。3、2、1。
It's been a while.